今年戦力外予想シリーズ。早い。今年ってのあれですか？もう9月の末で試合が終わって、お前もう。いやいや、もう明日発表したいぐらい。来季に切り替えたい。ああ、明日発表ね。オッケー。ちょっとじゃあちょっと見ていい？見ていいっすよ。一覧見ていい？見ていいっすよ。うん。あ、ちょっと待って、見る前に私この人もう戦力外じゃないって人。戦力外とワードを聞いて一人だけ浮かんできる人がいる。どれ言っていい？うん。福田さん。ああ。福田はそうね、このチャンネルで予想しましょう、うん、決定。福田もね、うん、高卒横浜高校、ああそうなんだ、横浜なんだ。もう17年18年、うんうん、プロじゃない確か。あでキャッチャーで入ってきて、はいはい、未来の大砲55番、うん、プロ初打席レフトへホームラン、確か神宮だった気がする。おーそれはおーってなるねと期待したけど、はい、もう全然ダメ。そこからなんかのシーズンでね、ホームラン20本近く打って、あ、打った年もあるんだ。あったのあんのよ。期待できるかなと思い、谷繁の時かな。でなんか春コーチと、はいはい、あの打撃フォーム改造っつって、うんうんうん、余計おかしくなり、まさかの失敗。そうでサードもできるしファーストもできるし外野もできるんで、うんうんうん、ユーティリティで、あすごいね、いけるかなと思ったけど、うん、まあ今年も上がってきて、うん、なんかの時のホームラン打ったよね確か。打ったっけ？ドームかな、バンテリンかな。1本打ってない。1本打ってます。打ってるよね。打ってます。いけるかなと思ったけど、もう今2軍なんで、ないね、来年。そう、なんか私の中のイメージは、その今年からたくさん見てると、代打で出てきて、別にそんな打てないみたいなイメージだから、ね、どうなのかなと。引退試合もできないんじゃない、福田。しかも35歳だもんね。そう、じゃあ17年。17年。きついと思うよ。まあでもずっと中日なんだ。そう、中日一筋。もう引退して横浜でさ、たこ焼き屋でもやればいいんだよ。なんでそんな適当なこと言うの。ずっと中日おったんだから名古屋でよくない？いらない。でも2軍だと打率 3.56、 3割5分6厘、ね、うん、そういうことなんですよ。でもこれ出た時だもんね、結局その1軍の試合に、ね、そう、2軍なんて誰でも出るんですよ。誰でもはちょっと打てない。打てるんですよ。私たち打てないじゃん。誰でも打てるんですよ。まあじゃあとりあえず。そう、福田にこんな3分も使いたくない。はい。次、どの上です。ああ。ドラフト1位。はいはいはい、はい。愛工大名電。はい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 、はい。なんで坂本取らなかったんだっていう。マジで。あ、同世代。同世代。あ、それはちょっと田中のマー君とかのあたりも、ああすごい強い年ですね。どの上が一番人気あったんだよ、こいつは化けるっつって。だがしかし化けることなく背番号1をもらい、一緒なんだ、あの福田さんとプロ通算17年、ああ同期ぐらいなんだ。ああじゃあ2人で仲良くクビになってもらってね。34歳だから、うん、ほら、まあ、してもあれじゃないですか、またしても中日ドラゴンズ一筋。どの上ドラフト1位なんで、うんうんうん、地元のスターだからなんか球団職員とかで残るかもね。うん、まあ、そうだね、愛知だしね、出身も。売店でさ弁当でも売っててもらって、うん、あのドラゴンズの枠組みでは追っていいよと、追っていいけ ど、うん、勘違いすんなよ。もう球団職員だったら優しくしたって。どの上では散々裏切られたんで。裏切られましたか。今年今上がってきてて、昨日とか一軍ベンチだけど、うん、12回までの延長の緊張感ある試合では出番なしです。ちょっと一瞬脱線して、昨日さヤクルトと広島が12回まで延長もつれてたんですよ、うん、もつれてて、もう広島とかもう11回の段階で投手いなくなってたの、うんうん、ぐらいもう全部使い切ってて、うん、
でヤクルトの方を見たら三つ股だけ残っとった。切り札。切り札三つ股。いや切り札なのか使われずにずっと残ってるのか。残しといた。残しといた、ね。みたいなのを今思い出しちゃった。どの上もね切り札ね。残るのずっと残されてたよ。またどの上福田はいないでしょうね。なるほど。はい、次は大野翔太キャッチャー。ああ。27番。谷繁の背番号を継ぐ男、はいはい、はいはいはい大谷ダルビッシュのキャッチャーですよ。まあ、1回も見てないわダルビッシュのキャッチャーか。1回も見てないですわ。そのままねコーチになるかもう引退か。あ、なんか全然わかんない私。めちゃくちゃ期待されて入ってきたんだよ日ハムから中日なんですね。そうそうそう、うんうん、ダメだったね。肩が弱いのか。ほう、うん、多分絶対クビだと思う。あ、そうですか、うん、15年目も15年目を迎える今季も豊富な経験を生かし上位進出を狙うチームに貢献したい。打てないんだよね。チームも上位に行ってない、うん、打てない。で宇佐美来たしもういいよって感じ。あ、なるほどね。石橋もいるしね、うん、そうそうそう、うんうん、はい。次はもうパパッといきますよ。はい、アキーノアルモンテ。あ、そうですね。アキーノアルモンテはここはもういらない。あのカリステがね最近出てきてちょっと頑張ってるから、うん、それまではアキーノアルモンテカリステって思ってましたけどね。カリステも危ねえよ。アキーノアルモンテはもうマジでいいわ。うん、まあでも契約もあれでしょ。1年多分1年だと思う。じゃあ、うん、そうですね。アルモンテはいいけどさ3000万とかだから。うん、アキーノとか2億近いでしょ。あ、そんな高いの。多分、うん、出してるよ。1億5000か 2億とか言ってるよ。あ、じゃあもう結構期待して今年頼んだよってことだったんだよね、うん、きっとね。そう。じゃあ次、はい、谷本って。おー、またこれ日ハムから来た。はい、谷本ね、うん、14番背番号、うん、本当だ日ハムからね。うん、これも投げてないんでそんなに、うん、今シーズン一番、はいはいはい、でベテランだし、うん、夏場に出てくるかなと思ったら出てきてないんで、そろそろ、大野と一緒にお疲れ様じゃないかな。大野と一緒にお疲れ様。38歳。うん、まあ、結構ベテランいるんですね。そう考えるといるよ。二軍でさ、うんうん、ベテランがさ偉そうにしてんだよ。それはちょっとまあ若手と仲良くねやっていってくれればいいと思います、うん、これで6人なんで、はい、大体7、8人なんですよクビになるの。あ、そうなんだ、うん、じゃあもうあと1人。あと1人誰。この間打たれまくった近藤。それはかわいそすぎる。いやだ、実力がないからさいらない。いや、でも近藤さんはまだ若いでしょ。でも育成から上がってきて23歳でしょ。いやもうまだ第二の人生間に合うよ。あ、いらないいらない、うん、いやこれをバネに跳ねるかもしれないじゃん。まあだからこの7人をちょっとこのチャンネルでは、うん、クビ候補です。あ、じゃあ割とその一軍の試合にちょっとでも出てたりとか、まあ、スタメンで入ってるメンバーでクビはないってことね。多分ないんじゃない、このトレードとかしてるんで。うん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 、なるほど。これ7分の4を当てたいね。4は当てたい、まあ、私は福田さんとアキーノアルモンテは3はあるかなと思いますけど。ただねこれからですよ、うん、このクビになった人たちがですね、はい、第2の人生、はい、トライアウトを受けるのか、はい、他球団に行くのか、うんうんうん、テストを受けるのか、はいはい、いろいろありますから。そうですね、そのこの以上7名の選手、はい、うちのチャンネル追いません。今追いますでしょ今の中で。追いませんなんだ。去ってくやつは知らんばい。まあでもね、トレードしてそっちで活躍してる人とかもいるじゃないですか。だからそういう形で、うん、いろんな形で幸せになるのが、ね、一番ですよね。トレードにすら呼ばれてないんですよ、うん、いるだってアキーノとアルモンってあげるからさ、
あのビーティーくれって言ったらくれるわけないでしょ。くれない、くれない。叫んだお前って言われる。やれるでしょ。やれると思います。でしょ、秋のあるもんって言ったら、まあ、谷本と堂上つけるからウォーカーくれって言ったらくれないでしょ。向こうの枠増えるだけじゃん。そうくれないでしょ。そうですね、まあ、だって近藤と大野と堂上と福田と秋のとあるもんって谷本全員あげるから全部全部坂本くれって言ったらくれないでしょ。絶対くれない、それはくれないでしょ、うん、はい、まあ、傘があればいいって問題でもないんでね。はい、はい、まあ、じゃあ結果発表ですね。もう10月には分かると思うんで、うん、まあ、今シーズンも野球追わないんで追いましょうよ。あと1ヶ月あるんで。TikTok で頑張ってください。負けすぎて辛いですけど、あの私は初めて頭から応援してるシーズンになるんで、一応最後まで見届けようと思っております。はい、はい、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。